こんにちは、ライムです。ということで今回はリリース10周年記念プレゼント装備召喚、選べる星7リミッドチェーン2つ、属性とシリーズ1つずつもらえるということで、こちらどのチェーンをもらうべきか解説。はい、ということでね、皆さんですね、特に無課金の方がやっぱユーザーの人口として一番多いかなと思うんで、今まで星7チェーンに触れてこなかったって人も結構多いと思うんですよね。なんで、今回星7チェーンの選び方とおすすめというところで話を進めていきたいなと思います。で、新規勢とか復帰勢の方もいると思うので、一応改めておさらいとしてね、星7チェーンってどういったものなのかという話をしていきます。まずこの FF レコードキーパーについては、このリミットチェインという、いわゆるチェインだね、これを使用することが大前提のゲームで、もう今の最新の高難度とか難易度の出てくるねボスとかは全てチェインを使用する前提で作られているので、当たり前のように全ユーザーチェイン使っています。で、チェインにもいろいろ種類があるんですけど、星6チェインの場合だと星7と違って消費ゲージがあるんだよね。ちょっと実際にキャラで見た方が早いか。例えば水属性のチェインキャラで言うと、この FF5 の5号でいいわ。はい、こちら水属性のリミットチェイン150を発動して味方全体の水属性強化大、さらに魔力を一定時間アップ効果大というもの。これが一番基本的な星6チェインですね。大体、人によっては大チェインとかっていう言い方したりとかね、しますが、これは消費ゲージ2なんだよね。で、星6なので、バトル中何回でも使えます。こちらのチェインに関しては。じゃあ、星7チェインだったらどうなのっていうと、例えば今回もラインナップに入っている、リディアのこの水属性のチェイン。ね。言ってみれば、ゴゴが水属性魔法の星6チェインで、こっちがリディアが星7の水属性の魔法のチェインということになるんで、上位互換っていうわけではないけど、こっちの星7チェインの方が基本的には効果内容優れてるという内容になってます。これが必殺技ゲージ消費待機時間なしでチェインを発動して、味方全体の水属性強化大、魔力一定時間アップ大、さらに味方の水属性をまとっている人数に応じて、短時間味方全体の水属性攻撃力レベルをアップ、最大3段階、さらに自身の待機時間を一旦なしにする。っていうことで、文面だけ見ると、めちゃくちゃ強いよね。星7チェインって、星6よりも圧倒的に強いじゃんみたいな。こんなん取ったもん勝ちじゃんってみんな思うかもしれないけど、これはね、罠がありまして、星7以上の必殺技というのは戦闘中1回しか使用できないんだよね。で、このチェーンも例外じゃないんですよ。これ1回こっきりしか使えません、戦闘中。で、チェインに関、持続時間に関しては、ウェイトモードのバトルスピード2だったら14秒しか持続しないんですよ。なので、星7チェインだけで戦おうと思ったら、チェイン後の14秒以内に戦闘を終わらせる実力がないと無理なんですよね。使うことっていうか勝つことが無理なんですよね。なので、その場合だったら星7チェイン役のリディアとさっきの星6チェイン役のゴゴを一緒にパーティーに入れていかなければならないんだよね。仮にその星7チェイン1回の14秒で倒しきれなかったら、残りの HP はじゃあ星6チェイン役のキャラで繋いで戦ってこうとか、そういう戦い方になってくるので、ここまで聞いてお分かりの通りですね、星7チェーン1回で済ませられるのは大体上級者の方なので、30秒切りとかが大体どのダンジョンも30秒切りできるよと、星7チェーンさえ使えばできるよと、それぐらいの腕を持ってる方じゃないと使えないんですよね、うまいこと。なんで、そういった30秒切りとか14秒以内に決着することができないというユーザーの方はですね、バトル中何回でも使えて長期戦も対応できる星6チェーンが結局無難になっちゃうんですよ。なので、冒頭の話に戻りますけど、無課金の方とか新規勢の方はね、あんまり縁がないと思うんですよね、星7チェーン。よっぽど
その腕がある、それから、装備が揃ってるっていう属性に限ってはね、星7チェーン使ってますっていう方も当然いらっしゃるとは思うんですけど、基本的にはまあね、40秒台とか48秒とかね、それぐらいでいつもギリギリの戦いしてますっていう人はまあ基本星6チェーン運用だよねってなっちゃうので、まあなかなか使用頻度は結局低いと思う、課金税でもなければという感じの星7チェーンなんですけど、まあその上でですね、今回無料で配布されるので、ちょっとまあどういう選び方がいいのかとか、まあどういうおすすめがあるのかという話ができればなと思ってます。ということで、星7チェーンの選び方とおすすめチェーンという話になりますが、こちらですね、先ほども言った通りチェーン以外の必殺技を所持しているっていうのが大前提になりますので、もちろんこれは別に星6チェーンもそうだしね、そのチェーン以外何も必殺技を所持してないキャラを入れたところでチェーンした後何すんのってなっちゃうので、立ち尽くすだけ、本当にただの、まあ、お荷物というかカカシになってしまうので、チェーン以外何もないキャラを入れるくらいであればフレンドチェーンにして技揃ってるキャラ入れた方が強いからね、さすがにそっちの方がいいので、もう今回のこのラインナップを見た時に皆さんの手持ちを見て、あ、このキャラだったら装備揃ってるなっていうキャラを優先的に取る、これ大前提。まあさっきも言いました、あの例えばね、闇属性物理で最強格のこの闇セシルはチェインあるなと思っても、結局これ皆さん闇セシルの装備揃ってなかったら何の意味もないので、第二シンクロおよびその他 D 格なりその他ね、その他持ってなければ結局意味がない、ただチェインするだけの人になってしまうので、まあでも考え方としては先にここでチェインもらっておいて他のガチャで買うっていう手も手段も全然ありなので、そこら辺は皆さんのプレイスタイル次第にはなりますが、まあそういった考え方もありでしょう。後からね、装備をしっかり揃えていくっていうパターンもありです。で、あとおすすめの選び方で言うと、まあ結局チェイン関係なくアタッカーとしてもトップクラスのキャラを選べば間違いないよねと。仮にチェインを使わなくても他のキャラにね、星6チェイン任せたとしても自分自身でしっかり殴っていけるキャラの必殺技を、まあどっちにしても揃えることにはなると思うので、まあ、そういったキャラから選んでいけば、まあ、とにかく間違いない。他のキャラと交代することもないだろうしっていうことで、そういった目線で言うと、まあ、属性で言えば3体かな基本。まあ本当にね、本当に厳密に言うのはこの3体かなって感じで、ノエル、昨日もあれだね、たまたまティーダのマスターシーンに使ってみた動画でも一緒に入れてましたけど、ノエルね、まあ、ちょっとティーダとね属性違うチェインだけど、これ氷属性チェインになっちゃうけど、まあノエルは強いですよ。アタッカーとしても強いし、クリダメアップとかもできるし、やろうと思えば属性デバフもできるしで、かなり万能です。で今回この氷チェインもできるしねっていうところで、まあ、ノエルは結構間違いないと思う。シリーズダンジョンでも使うし、あの天命シューターでも全然使っていけるし、属性でも使えるしで、三軸で使えるアタッカーなんで、まあノエルは僕はおすすめかなと。あとはイングズだね。イングズは究極神技が ATB 最大5回短縮、あ5回なしか、5回なしにできるっていうキャラなんで、まあ爆裂に強いわけです。究極神技その他を揃えてあげれば、あとこの後ですね、まあいずれマスター神技も実装されるでしょうから、このマスター神技、究極神技、さらにチェイン D 格とかその辺揃ったらもう無敵ですよ。ということで、まあ、イングズはまあ持っててもそんなしかなというところだね、アタッカーとしては。であとはさっきも言った闇セシル、まあ、これはもう第2シンクロが ATB と待機時間3ターンなしになりますので、連続行動が可能ということで、まあ、こちらのマスター審議さえ実装されたら、まあ、爆裂アタッカーになるのは間違いないと。まあ、今でも強いけどね、もちろんね、僕もずっと周回編成で入れてるくらい強いので、はい、まあこの辺持っとけばとりあえず間違いないでしょう。で他のキャラも別に弱いわけじゃないよ、もちろん全部ここに映ってるようなキャラは、まああのここのチェーン入手済みってなってるところを見てもライムが使ってんだなってのが見て取れると思うけど、ここにいるキャラほぼ使ってるから問題ないです。基本どれ取っても
どれも強いです。装備さえ揃ってればね。はい、なんであとは皆さんの所持率がすごく大事だということですね。で、あと次がですね、シリーズのおすすめということになるんですけど、シリーズはね、正直星7チェーンいらないんですよ、属性と違って。なんでかっていうと、フレンドチェーンが優秀だから。基本的には勝つだけだったらフレンドチェーンで十分なんだよね。だから僕は持ってないやつ結構あります。フレンドチェーンで勝てちゃうから、別にわざわざ取る必要ないよねってなっちゃうので。なので選び方というか考え方次第、考え方に関しては、まあ、もちろんね、さっきも属性の時に言ったように必殺技所持してることは大前提だけど、何も持ってないとね、チェインした後 何もできないから。なんだけど、ここに関してはね、単純に勝てないシリーズでいいと思う。これはもちろんチェインでね、バフがついていたりとか、リンクバーストっていう味方の攻撃した属性に応じた味方全体の全属性攻撃力アップがついてくるというバフ付きでもあるんで、フレンドチェーンバフないからね。そういった意味で言うと非常に楽になる場面があったりすると思うので、勝てないシリーズ、苦戦してるシリーズのチェーンを取ろう、それだけだね。だからこれはもう皆さん次第だね。本当に何でもいい、別に1が勝てなければ別に非化戦のチェーン取ればいいし、まあ6が勝てなければ6のチェーン取ればいいしみたいな。もちろんそのキャラの必殺技どれぐらい持ってるかにもよるけど、そう、まあ感じかな。選び方としてはシリーズの方が楽だと思うね、考え方はね。はい、そんな感じです。ということで、まあまだね、フェスは始まったばかりではねえな、始まったばかりって言うとしちゃったけど、今中盤ぐらいまで来たかな。まあぼちぼちですね、3段4段5段があって、もろもろね、こういった無料ガチャ等もまた来ます。あと福袋かもあったりするんですが、まあ一応そういったところを引いてから考えるといいと思いますね。こっちはまだ期間が10月18日まであるから、課金とかね、そういった、まあガチャ回して出てきた必殺技で決めるっていうのがいいと思うので、まだここはねステイしておいても大丈夫です。検討期間で大丈夫だと思うんで、まあ10月18日までじっくり皆さん考えてみてください。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価、メンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。